竜子は、1988年7月21日に、公開された、日本のアニメ映画。1985年8月に、築地書館から発行された、文、新川明、版画、義馬宏の反戦テーマの児童向け絵本、竜子の白い旗沖縄戦物語の映画化作品。原作の絵本は、沖縄戦の際に、アメリカ軍によって撮影された一枚の写真が元に、 なっている。この写真は沖縄戦の研究にあたっていた大田正秀が調査の過程で発見し、1977年に観光した沖縄戦の写真集に収録された。その後、アメリカ軍による沖縄戦の映像記録を日本での募金によって買い取る1フィート運動の過程で同じ場面を撮影した映画フィルムが発見され、1984年に フィルムが日本に届いた際にテレビなどで紹介された。1985年の刊行当時この少女の身元は知られておらず、作中のエピソードは作者の創作になるものである。絵本刊行から2年後の1987年に、ヒカトミが自分が少女本人であると名乗り出て、本作公開翌年の1989年に小説、白旗の少女として、 自身の体験を執筆刊行した。ABCDE 中ほど、聖徳、沖縄戦をめぐる建設、白い旗の少女をめぐって、から、日本東洋文化論集ナンバーワンを、琉球大学、2009年、ピアニッシモも9から39。ありがとうございます。